どうも皆さんこんにちは、今回はですね、絶対に失敗することない最強のセットアップ、こちら皆さんに紹介していきたいなと思います。やっぱセットアップ、いろんなブランドかなり数が増えてて、もうどれを選んだらいいかわかんないんじゃないのかなって皆さんお悩みの方多いと思いますが、今回紹介するセットアップさえ購入しておけば、周りと差をつけること間違いなしだと思いますので、ぜひ見ていってください。よければチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。それではレッツゴー。はい、ということで、今回おすすめするセットアップがこちらと僕が着ているものになっております。見ていただければ分かる通り完璧なシルエットサイズ感ということで、もうね、この段階見ただけで、もう購入を考えようかなと思った方はたくさんいるんじゃないでしょうか。今回ですね、ジャケットが2型、パンツが3型あるタイプのセットアップですね。そしてどれもワンサイズでの展開という非常に尖った、そして攻めた、ブランディング販売手法となってます。いやいや、これじゃあワンサイズだとしたら、いや僕には似合わないんじゃないかな、私だったら着れるかな、たくさん思われると思いますが、今回そんな皆さんの悩みだったり不安を解消すべくいろいろ紹介していきたいと思います。で、僕は今着させていただいているのはこちら、シングルのテーラードジャケットとストレートのパンツ。はい、パンツはアンクルのテーパードのパンツと極太の大きいワイドパンツの2種類、こう見るだけでもかなりここの太さと丈感に差があるのが分かるんじゃないでしょうか。と、このストレートパンツは3種類で展開されていると。こちら多分かなりこれをデザインされた方、デザイナーだったりプロデューサーを兼任された方がすごく細かい、そして服の相性が高い上にいろいろな、ギミックが込められております。こちらですね、採寸で言うとちょっとだけフレアに作られてるんですね。ほんの気持ちです、ほんの気持ちフレアに作られています。ただそれをですね、もう極限までシンプルなストレートパンツを作りたいがゆえに、この生地感との相性を考えたら、やっぱりどうしてもほんの気持ち足首に入ったり垂れる傾向からですね、若干裾に向かって広がらないと、僕、失礼しました、このデザイナーが考えてた一番綺麗な状態のストレートにならないから、そういう考えからですね、ほんの気持ちだけで全体的にさらっとした生地感で、光沢感を出しすぎず消しすぎずをもとに、このような品のある、光沢感ありすぎてもちょっとやらしいし、光沢感なさすぎてもちょっと安っぽい、ここの一番間の取れる生地感を取った時に、やっぱりそれだけさらっとした生地、そしてこの品のある状態、クオリティで完成されたというわけなんですね。今僕はセットアップで見せてますけど、もちろんこれストレートのパンツだけとして、上にパーカーだったり T シャツみたいな着方をしても、めちゃくちゃ綺麗めのコーディネートに、上が古着だったり、もしくは部屋着チックなものでも、スタイリングとしてすごいうまくはまるように作られている。ジャケットですよね、こちらのジャケット、シングルでありながら肥沃です。いわゆるボタンを隠すような形にしてあります。やっぱりボタンっていうのは時にワンポイントのアクセントになりますけども、逆にスタイリング邪魔になってしまうかな、特にこれきっちりジャケットを着てセットアップで整えたいみたいな時には、ボタンを隠すことによってもう一個上品さが増したりなんていうこともあるんですね。その辺まで全部計算できてるのがこのセットアップを作った方なんだなと。このタンタ系をうまく活かすための作りになっているんじゃないかなと、肩幅にしろ、腕にしろ、脇にしろ、この辺のサイズ感が全部体のラインが綺麗に出るように作られている。で、タンタ系にするにあたって、普通のシングルよりもここの位置を上げてるんですよ、第1ボタンの最初の位置を。
で、ここがギュッと締まることによって、半丈だけども、このスタイルのいい状態、要は上半身がギュッと縮まってるっていうよりは、体本来のサイズ感を生かされていると。なんで、ボタンもシングルではあるけれども、3つボタン。だいたいシングルジャケットっていうのは、2つボタンが主流だったり、多かったりするんですけども。で、その中で、ジャケット最近、肩パッドが増えてます。だからその中で、ね、ちょっとあえて抜くことによって自然な自分の骨格を見せれるような形になっている。わかりますか？半丈でちょっとだけ立体感を出すためにほんの少しこう前に落ちるようになっている作りで、腕はですね、袖に向かって気持ち広がってるんですね。手に向かって、そうすることでここの腕の細さだったり、自分ならではの腕のシルエットから、手に向かって本来体もそうじゃないですか。手首に向かって普通に細くなっていって、またこの手の形に向かってこう太くなっていくのを、ジャケットの形としても表現していると。で、サイドポケットもちゃんと作ってあります。記憶ジャケットが、22,000円。そしてこのストレートバッグが12,000円と、合計で合わせても34,000円。この34,000円なんて、ね、100円寿司、回転の100円寿司、1回で、まあ、大体1500円ぐらい使うと考えてもですよ、軽く20回ほどはいけてしまう。100円寿司20回我慢したら、これが入ると思ったら、皆さん、こんなにお得な話はないじゃないですか。いや、でも100円寿司の、ね、食べる量の値段なんて、人によるだろうなんていうね、意見もいただきますが、さあ、続いていきましょう。はい、ということで続いてはですね、こちらアンクルパンツ、いわゆるテーパードの短い丈のパンツとダブルのジャケットとなってます。はい、こちらジャケット柄なんですけども、まあダブルというそもそもの形の作りの違いはあることもそうなんですが、こちら多少ですね、若干小さめに肩パッド入ってます。やっぱりダブルのジャケットは逆にこう肩張って、昔の80年代とかに流行った当時の、この辺のボリュームは出しつつ、ただ丈だけ、その当時にはなかなか見なかったようなオリジナリティあるものをこれ作りたかったんじゃないかな。そういった当時流行ってた時代背景のものと、今その人がこだわりの中で見せたい独自のアイデアを混ぜ合わせたという非常に画期的な、ハイスペックであり、ハイブリッドとも言いましょうか、現代のそういった流行りからちょっと外れた個性と、当時のその、昔からある文化と合わさったハイブリッドのジャケットの作りとなってます。で、こちらでも言わせてたんですが、どちらもジャケットの胸ポケットついてる。で、ダブルのジャケットでこのポッケのパターン、またシングルと同じポッケのパターンなんですよ。これまた珍しいんじゃないかなと。僕中にパーカー着てますけど、見たら分かる通り、ほらね、このパーカーとかを着てもこう窮屈な感じ、これだけ細身で体のシルエットに沿ったというテーマがありながら、パーカーなんかの中に、まあ、ニット、スウェットぐらいだったら着ても、そんなにこう圧迫感がないというのが、とても、すごいこだわって、その辺も調整された作りなんじゃないかなと思います。全部のパンツにですね、タックが入ってます。3タック一応入ってて、でタックも結構ここの伸ばし方を深くまで入れすぎちゃうと、いやらしかったり、まあ、ザ・タックパンツが最近流行ってます。でも、そこを、あえてこのちょっと入れとくぐらいの加減にしておくことで、いやらしさを少し消しつつ、パンツタックが入っている独自のこの辺のボリュームの出し方なんかを活かしてるっていう話ですね。で、こちらアンクル丈パンツ、ハイカットブーツ履いた時のこのちょうどハイカットの位置は見せたいかっこいい位置で止まって、そこに向かってパンツが反ってくれる。やっぱちょっと微妙に七分丈八分丈を履こうと思っても、ちょうどこの紐の縫い目が、紐の結び目にちょうど重なっちゃったりとか、せっかくハイカットブーツ履いてるのに、フレアパンツとかストレートのフルレングスのパンツを履くことによって、このハイカットの見せたいかっこいい部分ちょっと隠しちゃうよねみたいなのを全部解決してくれる。で、これもちろん、靴下を見せる、まあもちろん皆さん好きな靴下、履きたい靴下と靴下を見せて、スニーカーなんかでちょっとここの足元すっきりさせるみたいなこともできます。靴下で見せるって余計わかりますよね。この、ちょっとそのテーパーが強めに入ってる感じだったりとか、
で、思ったより皆さんが言うくるぶし上丈ってもう一個下だと思うんですけど、ここ思い切って上げてるあたり、これってもう他では見せないオリジナルでしか見せれないものとなってます。これ女性だったり、僕よりもちょっと小柄で、なんかパンツの選び方が意外と難しいんだなんて言ってる人にはぴったし合うんじゃないでしょうか。まあもちろんこっちでね合わせてみてもいい、それは個人のね、もちろん、自由でというかね、それ皆さんの好みでカスタムの要素が残されてるというところも一個ポイントですよね。こうただセットアップを着て楽しいんじゃなくて、選ぶ段階から自分の中でどれが最適かなって考える時間を残してくれてる、ここまで自分の中で服が好き、そして服が好きな人に寄り添ってくれる人って今までいたかなって考えてみてください。過去それはマネジメントだったり学習モンズ以降、まあ日本でいうと化学ボレイ、山本洋次、三宅一生以降出てきたのかなっていうと、なかなかいないんじゃないかなっていう、なかなかいないんじゃないかなっていうところが僕の中で今感じているところでございます。なんか僕もなんか、コレクションを出すにあたって僕は参考にしていけたらなと思います。さあここからですよ、ワイドパンツの方を見ていきたいと思います。さあということでラスト、記憶のジャケット、先ほど紹介しましたワイドパンツとなってます。でこれね、やっぱり太さを出したいと、ただ生地が先ほど言ったとても柔らかくてさらっとしてる、下に落ちてく傾向上どんなにサイズを伸ばしてもなかなかパッと見のずぶとさとか武骨さが全然出ないんですよ、そういう生地って。なのでもうとにかく広げたりだったり、例えばじゃあここももの辺りとケツの辺りのサイズを大幅に変えたりだとか、いろんな細部の工夫を施してやっと手に入れた完璧なシルエットなんじゃないかなと、というこだわりがデザイナーの中であるんじゃないかなと僕は思ってます。なかなかねこういう生地でこの太さを出すのって相当難しいんですよ。で、ワイドパンツはもちろんタックインをして、着たりするパターンもあると思います。でこのギュッとやっぱ太いパンツをギュッと絞って履くかっこよさを出したかった時にここのたまり方も意識したかったと。夏場、じゃ今なんてそうですけどジャケットを脱げばこれでタンクトップ T シャツ1枚になるわけですよ。ここの1段下げてることによってここで、わざとらしく溜めてることを演出してるんですよね。でまあこれは僕ぐらいの身長の方しかり、僕よりも小柄な方、ましてや女性が履いてガンガン足引きずっちゃって履くのすごく粋なんじゃないかなって僕は思います。これを手に取った時にやっぱり古着を育てる文化ってあると思うんですよ。デニムをどんどん履き潰していこうとか、もっとあったボロトレーナーがまた自分の中でボロくなっていくとかあると思うんですけど、ここまで綺麗なスラックスを自分から古着に変えていくことってまああんまないじゃないですか。ただこれはやっぱりこの辺の状態を残しつつここに生活が出てくるんですよね。洋服ってのは着てる人の性格がどんどんにじみ出てくるからその人のものになっていくし、そこに服の味が出てくるんですけど、これはやっぱここで楽しめるという部分、もちろんロールアップをすることもいいですし、こうやってブーツアインをしてここでめちゃめちゃ食べるなんてのも全然かっこいい、ちょっとボンタンっぽく履くこともできる。でまあ僕の知り合いとかでは靴下で溜めるなんてこともやってくれた人もいました。それもまたいいでしょう。まあこれだけサイズとか余白がある分遊びの余地がすごい残ってるんですよ。まあちょっと武骨不良パンツっぽい分、それも不良パンツらしくもう一気に腰履きをしてもうガンガン引きずっちゃうみたいな履き方もできなくはないと。ってことはこれね、こういったチェックのあんたけのジャケットとか着てスタイリングもできたりなんかすると、じゃあセットアップ以外で着る未来もたくさん見えてくるよねっていう話です。皆さんセットアップじゃなく私服使いもできるっていうのは、これワイドパンツだけなんですか皆さん。それぞれできます、それぞれ。もちろんじゃあこれだけ綺麗なあんたけのシンプルなシングルのジャケットをスウェットパンツに合わせてみてくださいね、こういったダブルのちょっと年代の雰囲気感じるジャケットデニムに合わせてみてください。それぞれがいろんな味いろんな顔を持ってます。こんなストレートパンツ普通のギンガムチェックのシャツなんかがあってもいいなんじゃないですか。それこそこれだけ綺麗な普通のスラックスだからこそボロスウェット最近入ってるヴィンテージスウェットとかと合わせるのもまたその、上のいなたいやぼったい感じと下の綺麗なシルエットがいい相乗効果生むんじゃないですかっていうことになるくらい、それぞ
それがいろんな一面で活躍できる全アイテムがオールラウンド選手、オールラウンドプレイヤー、そのチームのエースになるように作っているという、これってものすごく難しいってことに気づいてほしいんですよね。これができる人がまだいる、日本のファッションまだ廃れてないぞっていうことなんですよ。これだけの熱量、まあ、もちろんアイテムの格好さを見れば皆さんもね購入したいと思うこと間違いないと思うんですけども、数ある最近流行ってますセットアップだったりね、一着持ってればバチッと決めれる服として便利です。今こうやって数が増えてる中でもこれさえ買っとけば間違いないというセットアップ本日紹介していきました。これを見ていただいた方だったら、このセットアップがいかにすごいアイテムで、どれだけお買い得なものとなっているかが分かったと思いますので、ぜひ皆さん、自分の手に取ってみて、ね、この凄さを味わってみてください。もう今年も残り短いですけども、今年、まあ、できなければ来年に向けて目標としては、これを作った人と必ず会いに行く。これを作ったデザイナーさんと一度でいいからお話ししてみたい。で自分の中で吸収してまたなんか僕の新作アイテムなんかに還元できたらいいなと思っております。はい、ということで僕も今後ね新作の冬アイテムをどんどん出していきたいと思うので、そちらのチェック、SNS このチャンネルの登録高評価よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。